やっちゃうよ、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、見てもらえればわかるですけど、トロがライキ・ジョーンズ、私見るのトロフィーが、ね、6200に行ったんで、6100は結構みんな行ってるみたいなところがあるんで、6200行ったんで、リプでも解説しようかなって感じですね。ちなみに今は、84位の、ローカル7位ですね。この動画見るより、ライキ・ジョーンズのトロフィーを見る方は、ローカルランキングをね、見てもらった方が早く見れるかな、みたいなところが、ということで、とりあえず使った時はこれですね。これ、もともとは、テンプレでこのデッキがもともとあって、ここの枠が5。で、ここが、ハンターなんですけど、俺ハンターの使い方が下手くそなんで、それもあって、ホグ三重種とかも、めちゃくちゃ得意じゃないんですよ。ハンターが下手なんですよ。三重種とロイホグとかゴーストは慣れてるのに、ハンターが下手くそなんで、俺ね、ハンター入ってて、ハンター入ってる時、大体マジャージにしちゃってるみたいなとこあるんで、そうですね。千人大会前優勝したとこも、ハンターの枠マジャージにして千人大会優勝したんで、それが気になる方はと。前の動画を見てくださいって感じで。そうですね。で、ポイズンにした理由は、遅延が多すぎて、墓石がクソほど多いんですよ。墓石が多くて、スケラもいいんですけど、スケラ相手だったら言うて別に、マジャージャーとかアウトローで、こうやってシュパシュパやってたら止まるんで、ポイズンは別にいらないんですけど、墓石が多すぎて、あれですね、ポイズンじゃないとちょっとやっていけんなって感じで、5だとやっぱ隙が残って、微妙な感じになっちゃうんで、で、工場とかじゃないんでね、別に、工場はその建物に当たったら、ガイーンってなっちゃうんで、5で先に建物を壊すっていうのもありなんですけど、別にロイフグは、建物についてね、別に、あんま変わんないんで、とりあえずポイズンでって感じですかね。あとなんだろうな、マジで俺がポイズンに変えた理由は、遅延を引いた時に、不利にならないからですかね。そうですね。というところで、とりあえず、リポをね、解説していこうかなと思います。ということで、まず1本目、三重種ですね。とりあえず最初にエリポン置いてくるんですよ、相手が。で、ここで、ポイズン。とりあえずポイズン打っていって、様子見ですね。はいはいはいと。で、ここは墓石を置いて、とりあえず。様子見、何してくるかなみたいな。別に、逆サイに工場来ても、ゴーストもアウトローもあるって守れるんで。でこれ、とりあえず、アウトローセパですね。よいしょ。ちょっと遅れたけど。これで大体1ヤードぐらいになっちゃってるんだよな。悲しいよな。で、こう、エリア余るんで、丸太打っていって、はいはいはいと。いう感じで、これで守って、一回、ステイ、ステイ、ステイと。で、ここで一回、今じゃあちょっと、暇なんでね。で、あいつにポイズン打って、で、このマジアチャ、一回バウンドして向こう側行ったんですよ。最悪じゃないですか、この言うの。バウンドしたんですよね。バーンってバウンドして、壁の向こう側行くっていう謎のね。で、これで、縦付けだろうなって思いながら、こうやって黙って見てて、縦付け来て、これ対応したら、ただでさ、今、1ぐらいエリアと取られてるんで、対応したら、3、4取られちゃうんですよ。なんで、ここは墓石とか出さずにするですね。こういう細かいところも結構大事ですね。やっぱエリアと取られてる時こそ相手の細かいものには無視で。で、これはもう端前三重種の香りがしたんで、どうしようかなって考えてロイフグを投げます。逆サイにポーンと投げて、あとは防衛。本当にゴーストとかいればね、一番良かったですけど。バルト打ってから5コスでアウトローギードシーンと真ん中にめり込ましていって、タゲを変えていくと。そう、一回タワー打った後でも、三重種、マスケとかね、ちょっとバーってめり込まして、後ろに行ったら、アウトローボーイとかにタゲが変わるんで、これおすすめテクニックですね。結構おすすめです、これは。知ってると知らないとじゃだいぶ違う。ムートとかも一回殴ってからもうめり込ませればいけるんで、ぜひめり込みに使ってみてください。で、これを、ハンターのめっちゃ遠くに、インドラ意外とレンジ長いんでね、射程距離が長いんで、ハンターの攻撃されないように、結構遠くに出して防衛って感じですね。で、こっち削ってるんで、で、ここで、一本折られても、1100のタワー落としたら俺、丸太で落とせるんで、あとは丸太で落とせるんで勝ちなんで、こっちを本気で落としに行きます。10コスで。丸太打った後なんでね。で、これポイズン打っていって、こっちのタワー落ちればいいな、みたいな。落ちなくても正直、一本折られたとって、丸太で44のタワー落としてから、後半戦もう一回ポイズン打って勝ちみたいなところあるんで、これ丸太打ってタワー落としていきます。どんどん。で、
アウトロー、丸太打ったんでアウトロー。あ、僕ゴーストとか出すとワンチャンそういうのとかに突破されちゃうんで、でタワー守ってポイズン。これは結構理想的な立ち回りができましたね。あの橋前三十種を嗅ぎ取って逆サイに投げてあっちを対応させてからみたいな感じですね。結構橋前三十種ってやっぱ守りから入っちゃうと、あれってアウトロー先に出してその後後ろにねユーノとかつけられたらやっぱ突破されちゃうんですよ、アウトローも。でゴースがまだ回ってなくてあたふたあたふたつってタワー半分ぐらい削られてるけど、こっちは攻撃できてないみたいになるんで、橋前三十種の香りがしたり逆サイに飛ばしちゃうのもありですね。でクロスで、これ見てください、最初スタンプめっちゃ打ってくるんですよこいつ。マッチング時間もうこれありがとう、異常に早くて、もうこの時点であスナイプだなってちょっと察しましたね。で、あのクロスなんで、なんだろう、まあ、相性結構、まあ、良くはないですね、間違いなく。まあ、クロスからしても多分ロイフグとかうざいと思うんですけど、普通にでこれ端前アウトローでこうやって一気にババンって出して結構対応どうしようどうしようってさせる作戦ですね。これマジで一気に出すのも割と大事っす。もうスタンプクソうるさかったんですよね、本当にもううるせえわと思ってで、とりあえずここで落ち着いていって、どうしたんだっけな、ファイブを切ったからロイホグとマジアチャで攻撃したんだな。まあどうせこれとりあえず後ろからゴース切っていってロイホグ出して、どうせテスラが来るんで真ん中にマジアチャっすね、どうせテスラなんでつって、はいはいはいと、まあ知ってる知ってるその動きって感じで、でこのマジアチャ大活躍ですね。ここから見ててください。まず、はい、ナイト倒します。アーチャー、はい、一発、二発、三発と、はい、タワーに今ダメージ与えてるんですね。これで、一発140なんで、三発で420かな。420。で、今最後に一発入れて、420プラスで、560。あの、右残りだけで560、相手のタワーを削るって、半端じゃないですよ、普通に考えて。560って普通にあれですかね。あと100多かったらロケットぐらいになっちゃうんで、これでスケを消すために、タゲ移っちゃうんだよ、スケに。なんで、丸太で消していって、で、このアーチャーは、エリアドを取るために無視ですね。多少受けてもいいんで、次の攻撃につなげられるようにしたいですね。で、ロイフグ、マジアチャー。同じように。ってやったんですけど、普通に抑えられて。で、ここポイントなんですけど、相手がナイトで守ってくるんですよ。確か。そうそうそう。で、ナイトしか、相手のデッキで、ちゃんとゴースを受けられるカードがなくて、そうですね。スケ、アイスピするか、なんか、真ん中にテスラを置いて、スケで囲むかぐらいなんで、で、このテスラを置いてきた瞬間に、あ、絶対スケ来るなっつってポイズンしますよ。確か。はいはいはい、来た来たっつって。で、これで、テスラも半回ぐらい行くか。そうそうそう。テスラが出てる間、このポイズンで削れるし、で、先に、クロス来て、先にね、先にロイフグで攻めちゃってから、で、これなんか来るだろう読みの丸太投げて、インドラ4コスで処理と。でクロスやられる前に墓石立てとくのがコツっすね。墓石立てといて、ワンチャンロイフが死んでも墓石で取り続けて、なんだろう、その、インドラで守れるんで、これがおすすめっすね。で、はいはい、今のもラッキーで一発入って、で、これクロス来る匂いしたんで、丸太切ったんで後ろからアウトロー出していくと。で、ここめっちゃ大事。ここ大事なのが、片方にインドラと、なんだろう、ロイフグとか左側に出しても、どうせ5打たれるんで、ここは左にインドラ出して、ロイフグ5コスで投げる。これがめっちゃ大事ですね。どっちかに5打って、これロイフグに打たなきゃ守れないし、ロイフグに5打ったら、このクロスボウが守れないって、この、もうどうしても無理だぜお前みたいな感じを作るのがめっちゃ大事ですね。で、これで、まあスナイプしてご苦労様って感じでありがとうって GG ですね。まあ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 。まあ、割と、なんだろう、このデッキはね、弱点がそんなにないんで。で、ラスト、この人。この人、日本人なのか分かんないですけど、大阪クラン、いるクランは日本なんですけど、どうなんだろうなって感じですね。もうなんか、漢字がいっぱい並んでて、俺には読めないんですけど。で、この人めっちゃ当たるんですよ。で、この人もともと遅延系のデッキめっちゃ使ってるのは知ってたんで、初手ゴーストはやめますね。初手ゴーストでキング起動されたら、マジでもうその、あと、不利になっちゃうんで、キング起動される前に最悪でも3分の1は削っておきたいんですよね。正直。じゃないと後半、イモられて削りきれなくなっちゃうんですよね。で、ここで、はい、インドラ大活躍ですね。このね、まあ、遅延系にインドラが超強い。メガゴはちょっと怠慢で、なんか、アイスウィズの遅延とかがかかったらワンチャン負けるけど、そのベビドラとかの怠慢にめちゃくちゃ強いんで、で、これゴース出して、マジアチで貫いていく。この位置ならマジアチで貫けるんでね。ポイズン打つか迷ったけど、まあ、こういう感じです。大体5うまくて、この
なんだろう、位置関係なのに、マジアチャとゴースト両方に5当てるっていうね、ビビりましたね、普通に。マジか、お前と思って。で、これで、まあ、丸太で、せいせいせいと、落ち着き落ち着きという感じで、とりあえず、まあ、墓石も何もないんで、丸太もないんで、ロイフル投げるんかな、確か。どんどん。で、たまたま相手のケツメガオとかぶっておいしいって。で、これで、ポイズン打ちます。どんどん。ここは惜しみなく、相手が、そうそうそう、これ、トルネミスってね。まあ、もうちょっとタワーに近づいてからじゃないと吸えないんで、あれはマジミスあるあるなんですけど、早く打てば打つほど死亡するっていう、ミスあるあるですね。で、俺、ケツからゴーストかな、確か。トルネ切ったんで、安心してケツからゴースト切れるって感じで。やべえ、鼻がムズムズしてきた。で、このアイスウィズをマジアチャで抜きます。まあ、初見はあんまりね、山張られないんで、これ5打つと相手が。美味しいですね、めちゃくちゃ。で、このベビドラを、とりあえず、インドラで処理と。で、相手5を切ったんで、この相手のデッキ構成的に、インドラを守るカードがないんですよ。なんだろう。なんかでタゲ取ってから、メガゴでとか、なんかでタゲ取ってからベビドラでとか、殴んないと、相手のストラ、遅延ユニット全部にインドラの怠慢で勝てないんですよね。で、ここで5を切ったら、絶対こういう遅延デッキには、自分がない時のこのロイフォグインドラがめちゃくちゃダリですね。で、墓石が唯一のインドラのメタカードなんで、墓石は速攻で破壊してあげて、こうやって相手のね、メガゴ倒して、でもう、あわよくばこの、なんかもう、アイスウィズまで倒しちゃうみたいな勢い。で、相手のこの、ロイゼちょっと早く出したのがうまいところが、ね、ちゃんとね、あ、これエリアくれてるか。エリアくれてるかも。じゃあ普通に出したな。俺が、でもね、相手この後もめっちゃ警戒してくるんですよ。橋前マジアチャを。で、一回、マジアチャの強いところって、橋前マジアチャ見せると、相手がマジアチャを見る前に警戒しユニット出さなきゃいけないんですよね。なんで、それが強いんですよね。そう、マジアチャって。こっちは相手のユニットを見てから出すか出さないか選べるのに、相手はもう俺が出る前にここは来るだろう、ここは来ないだろうって予測しなきゃいけないっていう。それが強いですね。このアイスウィズとかも相手確か予測して、メガゴとか出してくるんですよ。この位置に。そうそう。打ち抜かれないように。そうそうそう。こうしてきて、やっぱあれなんですよね。めっちゃ警戒しなきゃいけないんですよね、相手は。で、とりあえず墓石置いてって、まあ、マジアス逆サイで。で、とりあえずここはやることないんで、なんかどうせカウンター取られるのも嫌なんで、逆サイ攻めましたね。で、体調破壊したんで、ゴースト。ぶん投げていって、ウコトルネです。相手がこう墓石を見せるんですよね。なんですかさずもう速攻でポイズン打って、もうこの墓石の隙にすらゴーストを殴らせないっていう、このねちっこい魂を見せていきましたね、ここで。で、とりあえずここでダメ有利を取っていって、まあ、適当にもう、このマジアチに5を打とうもんなら、ロイフグでぶっ刺すんで相手は打てないんですよね。で、このロイフグに5かな。そう。相手はちゃんと打ち抜かれないようにここに出さなきゃいけないと。で、俺は墓石を先に置くんかな。やっぱ。で、これで丸太でダメージを稼いでいくと。で、また相手は墓石をやんなきゃいけないからすかさずポイズン打っていって、また何かしらのユニット出さなきゃいけないっていう状態を作って、墓石破壊してから、ここで、あれです。ファイボと。で、これマジでワンシュパで GG ですね。そうそうそう。なんかね、墓石にね、やっぱね、ファイボと、相手が墓石だと、ファイボードポイズンでやっぱね、全然違うんですよね、本当に。なんで、相手の陸を確認して、それで、そうですね。なんだろう。相手の陸ユニットを、そうなんだ、縦付けとか、墓石とかを先にね、ポイズンで破壊してからゴーストを通すとか、破壊してからロイフグぶん投げて、ファイボを使わせて、2周目のマジアチャで、また下から出してリズム作っていくとか、自分のね、そういう回転で立ち回り作れるんで、やっぱポイズンはいいですね。ファイボだとやっぱファイボ打ってから丸太転がさなきゃいけないんで、そうですね。あと、もう一個、ポイズンの強いところが、ファイボよりダメージがね、どんくらいだっけな、20多いんかな、そう。で、乾燥の、ファイマルタだと415しか削れないんですよ、タワーが。だけど、やっぱポイマルタだと435削れるんですよね。それも強い。やっぱ20って割とでかくて、そうそうそう。だからそれもあるっすね。まあとりあえずマッチングはこんな感じ。最後はジャイ BP 引いたんですけど、これは相手が結構ガタガタすぎて、あんまりね、いい解説できないんで飛ばしました。まあこんな感じですね。ジャイ三振、もうね、真ん中三振当てたんだけどね、負けちゃってこれも惜しかったなって感じですね。とりあえず。まあ、スケフリーとか、スケーラーには結構相性が良くて、やってるだけで勝てちゃう感があるんで、自分がミスしなければ勝てるんで、
まあそうですね、割と今の環境でおすすめデッキですね。ただまだね、今シーズン見てください、ドン、まあ約18日あるんですよ。18日って2週間と半分ぐらいあって、やっぱそんだけあったら環境は変わっちゃうかなって感じなんですよね。そうそうそう、なんでもしかしたらこのデッキは廃れていくかもしれないですけど、まあ、今のところは遅延にめちゃくちゃ強いインドラとロイフグに強いここら辺、まあ、ファイボじゃなくても十分マルタあれば立ち回れるっすねって感じの、環境デッキですね。いわば環境デッキ、俺か本当にマルチじゃ環境デッキしか使わないんで、本当に何だろう、本当に強いデッキしか使いたくないですよ。もうデッキで負けたとか絶対なんで、なんでまあおすすめですね。ということで、とりあえず6200到達リポを解説したところで、お疲れ様でした。